どうもおはようからこんばんは、若殿です。さあメゾンド魔王続きをやっていこうと思います。さあ天気は雨が降ってきました。住人はこの4匹どんどんね見に来るんですけれども、まあ部屋が満室なので入れないんですよね。まあその辺は増築を繰り返していけということでしょうか。まあねこのひよこちゃん2人、ツンコーンとピロですかね。あとはこのカップルですか、海場とエレーヌまあこれらが今の、まあ、魔王パーティーですか。まあ部屋を見ているといろんなものが買えるみたいですね。空調の扇風機とかラジカセですか。あとはテレビとか机、ほほ机も高いですね。みかん箱、いや説明よそれは。あとはなんかドラえもんが出てきそうなデスクですか。あパソコンもまあ買えるんですね。ポケコンなんだそれは。あとは一体型 PC、 ノートパソコンの方が高いんですか。あとはタワー型 PC、 あとはスパコンとか何に使うの。最近の魔王軍って何電子戦もやるの相手の子ハッキングしてそこから崩すみたいな。最近の魔王軍結構発展してるんですね。で何が欲しいんでしたっけねこの子。お職業コンビニの深夜バイト。あそんなのやってるの。みんな職業あるんだ。へえ新聞配達に、いやーご苦労様です。でエキストラ、シケモク収集が何なんでしょうね。もうそれぞれで、ね、なんかこうねなんか切ないよみんな。もうちょっとね希望を持った生活を送ろう。うん、まあそのためにはどんどん増築していかないといけないんでしょうけれどもね。でエレーヌちゃん暑いの、じゃあ扇風機を買ってあげましょう。ね暑いとね蒸発するからね。床暖余計にこれ地獄のように暖かいよって。水たまりの精霊これやっちゃうと蒸発して消えちゃうんじゃないですか。まあ、まずは120でじゃあ扇風機買ってあげましょう。ちょっとは暑さをしのげるかも。なるほど。あ君も扇風機、あいいでしょう、買っちゃいましょう。これ住民から出ていくのってあるんですかね。お、とっても満足ピヨー、縄跳びが欲しいピヨー、そんなの自分で買え。とっても満足ピヨー、いいね。ですからね、ステータスが低いんですよね。あ、多少のばらつきはあるんですね。出勤しようとして、道のしけ目を拾ってます。ほんと、お前何やってんだよ。え、何ですか？あ、恋人ができた？あ、え、何？え、住人増えたよ。なんだよお前、隣がね下がってるからって言ってね我慢できなくなった。なるほどね。へえ、仕事や外見なんかが魅力的だと恋人ができやすいみたい。お前確かコンビニの深夜バイトだよな。そんなのでかっこいいっていうか彼女できるの。いいな、私正社員なんだけど彼女いないよ。いや羨ましいな。そうですね、ピロくんどうだろうね。どの部屋に移動させますかここ行く修羅場になるよですがね、ちょっとね思ってるのはもうちょっと強いモンスターが欲しいなって思うんですよね。あ、追い出すってのもあるんだ。いやどうしようかな、外で遊んでいます。帰ってきたところで大家の私が、いや申し訳ないんだけど低スペックだから出て行ってみたいなことを言うんでしょうかね。まあいいや、いらねえやじゃあな、出てけってトロフィーもらったよ。いや嬉しいかないやダメ、もうちょっと欲しいのがいい。女の子欲しいけどね、できれば強いモンスターが欲しい。ほうほう、あ、遊び終えて帰るところ、お前彼女が寝て待ってるのにな。遊ぶとかお前何やってんだよ。お、ウルタ、いやーダメか
もうちょっと強いのが欲しいですね。なかなかね、3人から増えないですね。さて、まあ少し時間が経ってヒットポイントも回復してきたんでしょうかね。あ、やった、家賃が入ったぞ。一部屋が滞納中。おい、何やってんだお前、1ゴールド滞納だと。じゃあどうすればいいんでしょうかね。相変わらず縄跳びが欲しいのか。お前1ゴールド滞納して貯金してさ、縄跳び買うのか。切ないけどね、私はね大家なんだよ。どうするのこの滞納とかね。あ、家賃変えれるんだ。じゃあしょうがない、1ゴールド下げてやろう。これで縄跳びを買え。いや、家賃は少し待ってほしいピ。くそくそ、こういう情で訴えてくるのやめてくれ。私も領地をやってるけどさ、こういうのに弱いんだ。しょうがない、じゃあ13で勘弁して。住人のまあ職業とかによっては家賃を滞納することもあるよ。なるほど、様子を見るか、それとも追い出す。うん、さっき右端追い出したけれどもね、何も悪いことしないけど追い出したよ。あ、なんだスケルトン。ほほ、いいねいいね、4回戦ボクサー、いいねいいね、骨彦。へえ、どういうの。ほう、まあ攻撃速度が高い。あ、いいね、骨だけど意外とアクティブ。大丈夫か、どっか折れたり取れたりしないだろうかな、大丈夫かな。ですがいいんじゃないの、4回戦ボクサーですよ。いや、いいのが入りましたね。どう、部屋は。あ、なかなかいい部屋。こちらは、お、幸せ、幸せの木、何それ。あー、なるほど、ここら辺は自由な家具があるんですね。幸せの木って何なんですか。ないな、申し訳ない。いやーね、こうやって生活してるだけでちょっと楽しい。あ、出勤ですか、頑張ってください。え、じゃあクエストを受けるとしたら、できるだけみんながね、家にいる頃にやった方がいいってことでしょうかね。いや、ですかね、この4回戦ボクサーの骨彦がいるから、多少こう無理してもいいんじゃないんですかね。じゃあクエストいっちゃう、そろそろお金が欲しいですね。ではこちら、全参戦ですか、なるほど、大丈夫だ、お前は4回戦ボクサー、まだまだ4回戦までは経験済みだぜ。そういう意味の4回戦じゃないんだけどね。お、ツンコン大丈夫、悪夢にうなされてます、大丈夫か。家賃は下げたから少しはいい気分になるんじゃないか。しょうがないな、じゃあもう1ゴールド下げよう。12、これ以上は下げれないよ、私にもね生活がかかってるんだから。できればみんながいる頃にね、攻めてきてほしいですけど。あった、噂好きな住人が接近中。いいだろう、迎え撃ってやろう。来たな、またおっさんか。さあ骨彦行け、さあ殴れ。あ、結構でも強いな村人。あ、でも大丈夫大丈夫、こっち防御力高いからね。いいねいいね、ボクサーいいね。じゃあ一旦下がらせて、お前は背後をつけ。そうだ、背後を狙え。いけ、頑張れ頑張れ、ツンコン頑張れ。オッケー、グッキルグッキル。お、5ゴールドか、なんだ全然持ってねえじゃねえか、あの村人よ。お、出勤ですか、何の仕事をしてるんでしょうね、ほんと。あ、なるほど、サウナで減量。え、減量、いや、それ以上何を削るの。サウナでその骨は削れないよ、しかも帰ってくるの早いね、やっぱり諦めた。いや、すまんね、今ね部屋いっぱいなんだ、ごめんごめん。増築しようにも1500ゴールドなんですよね。あ、今度はトランプが欲しい。お前、お前わがままだな。
まあ縄跳びは変えたんだろうな。うん、まあそれはよしとしよう。いや、いろんな職業があるんですね。いや、そろそろ2回戦あるんじゃないんですか。遊びに行くのか。行ってらっしゃい。彼氏洗面台で体洗ってる。本当に洗ってるよ。お、さっぱりしたか。他のみんな何やってるんですか。お、冷食を嫌そうに食べてます。映画で歩行者を演じてます。いや、頑張ってください。本当どうだろうね。家賃もちょっと下げてあげようか。みんなっていうか、この辺は13にしようかね。嫌がられても困りますもんね。とっても満足ほね。いいですね。なかなかいい大家じゃないんですか。お、勇敢な村人か。前回よりは少し強いってことでしょうかね。来たな、また村人か。森吉。そこそこ村人。いや、ヒットポイント高いぞこれ。大丈夫か。まずは骨。ひよこ。おい、いけ。挟み撃ちだ。なかなか減らないな。強いな。お、通りすがり。お前も。お、グッジョブ。って、お前、エレーヌか。エレーヌ、グッジョブ。オッケー、しのいだぞ。みんなでね、力を合わせて撃退していこう。てかさ、我々攻め込んでないんですよね。ただね、こう気ままに暮らしてるだけなのに向こうから攻めてくるんですか。くっそー。いや、実際の魔王もこんな気分なんでしょうかね。お金は979か。みんな幸せの木が欲しいんですね。何なんですか、幸せの木って。装飾品。あ、これか、幸せの木。観葉植物50ゴールドか。ふむ、50ならいいだろう。うん、買ってやろう。オッケー。お前も幸せの木か。なんだ、彼女いるのに幸せじゃないのか。まあいい、少し私が幸せを分け与えてあげよう。これでね、家賃滞納をやめてくれればいいですね。いや、こんだけこびてるんですからね。住人には。骨彦はいいね。うん、布団で眠ってます。大丈夫。骨だけど永遠に眠ってるとかそういうんじゃないんですよね。嫌ですよ、ただの屍のようだとか。よーし、家賃が入ったぞ。で、次は3戦目ですか。これで報酬で250ゴールドか。お、評判が上がると新しいモンスターが来る。評判ってあるんでしょうかね、そもそも。まあいいや。お、コンビニでレジ打ち中か。頑張れ、その低身長で。どんなレジ打ちしてるかはわからないんだけどね。